皆さん、こんにちは。今日は宮崎の私たちがおすすめするお土産を皆さんにうっとうしいご案内いたします。宮崎に来たらこれをぜひ買って帰ってねというおいしいものたちを私たち厳選して集めました。それをご紹介したいと思います。お楽しみに。まずはこちら、味噌漬けの豆腐の紹介からしたいと思います。はい、これはね、宮崎の、高千穂、うん、県北の方になるんですけど、うん、高千穂とかでよく作られていて売られている豆腐をもろみ味噌につけた。でね、これ初めて食べたことないもんね、うん、初めて食べた時すっごいびっくりしたんだけど、チーズみたいなんです。本当ですか？またもうこれジャロに訴えられる感じじゃないでしょうか。何、いやいやいや、これね、うん、保存食にもなるんだけど、うん、発酵食品で、もうね、これだけ食べるっていうよりはお酒と一緒に食べるのがおすすめなんですけど。来ましたよ。これ、うん、食べてちょっと、うん、余ったら冷蔵庫に置いとけば、うん、ずっと食べられるんですか？ずっとじゃない、一応ね書いてある、うん、賞味期限は書いてあるんだけど、うん、何ヶ月かは持つ。あ、そのままでも。そのままでも。よし、じゃあそれを開けてみたいと思います。じゃーん。じゃあこれを早速開けてみたいと思います。はい、お豆腐の味噌漬け。香りどう？わあ、味噌とかなんかちょっと酒っぽいな。そうなの？なの？すごい。で、これね、味噌の下に豆腐があります。ちょっとこれ、じゃあ食べてみて。出してみますか？うん。たらん、これ私ちょっとね、苦手系な匂いしましたけど、うん、そうそう、これ、うん、味噌みたいに、本当に味噌みたいに見えますけど、これ食べろってか。はい。これもうボロボロ出しちゃいましたけど。なんで苦手？苦手系な。あ、おいしい。ね。どう？ああ、しょっぱくて、なるほど、チーズって言ったらちょっとわかりました。あ、本当これね。うん、すいませんが、お調子一本つけてくれっていう感じですね。ね、これね、山のチーズって言われてるんですよ。はあ、じゃあマリさん、うん、どうぞ。お好きでございましょう。大好きです。だからね。あ、ワインと何？そう。美味しいから、うん。あと日本酒とかね。いただきます。あ、これね、本当ね、そんな子供からみんな好きかって言ったら分かんないけど、大人の味？うん。酒飲みは絶対好きですよ。私はあんまりほらお酒飲まないから、ね、まあ。美味しい。もちろんザルですからね。だけどやっぱりこれだけじゃ寂しいね。うん、うん、お酒があるとよりいいってことでしょ。この後味濃厚な、これはどちらで買えるんですかね、マリさん。これはね、高千穂に行くと、はい、道の駅とかがあるので、うん、そういうとこでも買えるし、結構多分知る人ぞ知る。あと、ね、ネットで通販とかもできる。素晴らしい、うん、お豆腐の味噌漬け、調べてみ、ネットで買えるんだったらぜひ買ってみてください、うん。はい、続いてのお土産は宮崎のマンゴー。そう、太陽の卵というブランドのマンゴーですが、空港だと6000円ぐらいします。するね、高い。これをなんと、うん、今日はスーパーでお勤め品980円でゲットしました。そう、空港で買うのもいいですけれども、うん、スーパーだともうちょっと完熟を過ぎたかなっていうあたりで、うん、安くで売ってますので、うん、それをお土産にするのとってもいいと思います。うん、実食。マンゴーカップ、あー嬉しいね。じゃあマリさんが今回は食べてもらいましょう。はい、すいません、食べます。いただきます。お味いかがですか？いや、相当甘い。おいしい。甘い。もうね、お勤め品正解です。だよね。いやね、すっごい完熟だ。太陽の卵美味しい。すごい、ほら、オレンジ。甘くない？これ、すごい甘いよね。すっごい美味しい。すっごい甘いね。これね、やっぱり腐る直前が甘いんですよ、なんでも。人間も。ね、私たちも本当にお買い得。はい、では3品目。
じゃーん。これはね、ポークジャーキー。ほう。ビーフジャーキーはよくね、よく知ってますね。けどこれポークジャーキーなんです。食べたことない。これね、私の大好きなお店で、ゲシュマックっていうお店があるんだけど、はいはい、そのゲシュマックにも売っていて、うん、で姉妹店がうちの近所にできたんだよね、はい、買えるところが。でそこで買ってきたポークジャーキーです。これを早速食べたことないルリちゃんに食べてもらいたいと思います。はい、はい、じゃあルリちゃんに早速食べてもらいます。たらーん。ポークジャーキー初、豚でできたジャーキーってことですねちょっとね、締めっぽいです、うん、どう？どう？おいしい、これね、豚の味凝縮されてるね。嬉しいですね。ベーコンとも違う、豚肉とも違う、その中間みたいな感じ、うん、いいコメントしますね。うまい。すいません、ワインをお願いしますっていう感じです。これもあなたの酒飲みの商品ばっかりじゃないですか。おいしい。食べたい食べたい食べたい。うまい。おいしい、うん、あのね、やばいんだよね、ほんとね、これねもう絶対おすすめ。ほんとに宮崎に来たらこれ買って帰ってほしい。